前は昔の自分には決して戻れないぜ。恥じることはない。力を持った者は己の力を試すために他の者を破壊し支配したくなるのさ。お前の場合大事なものほど壊したくなるようだな。昔、今、これはあなた自身よ。戻ってきて、私はありのままのあなたを受け入れる。夢野さん、診察ですよ。血圧測りますね。おや、脈拍が上昇してますね。少し熱もあるようだ。恋の病ってやつかな。話した。なぜマスコミに真実を公表しない。ウルトラマンオーブには失望した。奴は人類の敵であり、この星から排除すべきである。あなたがそう言えば人類は一斉にオーブを敵視する。奴は一巻の終わりだ。オーブは敵なんかじゃない。きっと自分の力の大きさに苦しんでるだけ。あなたはなんでオーブのことを憎むの。一体何があったの。もしかして第三の行方も知ってるんじゃ。あいつはあなたのことを置いて逃げ出した。そんな男の話はどうでもいい。どうでもよくなんかない。きっと私たちには言えない深い事情があるんだと思う。ガイさんは必ず帰ってくる。ずいぶんと肩を持つじゃないか。試してみるか。次はお前の番。遅かったな。あと少しであの世行きだったぞ。ナオミ、すまない。え？俺のせいでまた巻き込んじまった。大切なマテリョーシカもこの通りだ。これ以上大切なものを傷つけたくないのに、俺といるとみんな不幸になる。勝手に決めないで。あなたが何者でどんな秘密を抱えてるのかは分からない。
けど一緒にいるって私が自分で決めたの。あなたのこと信じてるから。ナオミ、それママが病室に持ってきてくれたの。祖先のおばあちゃんが残した幸運のお守りなんだって。最後の一つはダイさんが持ってて。どうせ中身は空っぽなんだろう。違うよ。え？最後の一つには希望が残されてるの。それ本当なんですか？ああ、ビートル隊はオーブを攻撃対象にしてるしか。早急すぎます。オーブが敵と決まったわけでは。俺だってそう思ってるさ。だけどこれ以上犠牲が出るのを黙って見過ごすわけにいかない。いいか、何かを守るってことは何かを傷つける覚悟を持つってことなんだよ。そんな、何かを守ることと傷つける覚悟、え、それってオーブも一緒なんじゃないかな。オーブだって何かを守るために何かを傷つけながら戦ってきた。正義にだって光と闇の面がある。そういうことなんじゃないかな。はい、そうですが。え？どうしたの？キャップが病室からいなくなったそうです。はあ？ねえ、ガイさんはオーブのことをどう思う？なんだいきなり。あの男が言ってたの。世の中にはオーブを非難する人も多いけど、だけど私はオーブを信じてる。ギャラクトロンを倒した時、確かにオーブは私のことを傷つけた。けど今こうして無事でいられるのはオーブのおかげ。たとえ世界中の人が敵になっても私はオーブに救いの手を差し伸べたい。握った手の中、愛が生まれる。なんだそれ。ママが言ってたの。祖先のおばあちゃんの遺言なんだって。そのお守りを残したルサールカ出身のおばあちゃん。ルサールカ。君はあの爆発に巻き込まれ死んだんじゃ。ナオミはナターシャの子孫。どうぞ。味変だった？いや、懐かしい。私はね、小さい頃に光の巨人の夢を見たの。その曲知ってんのか？うん、なんでかな、ずっと前から知ってる気がするの。ナターシャ、君はあの惨劇を生き抜いて命をつないでいたのか。したの？
今のメロディ、今度オーブが現れたら歌ってやってくれないか。オーブを救ってやってほしい。ナオミ、これを持っていてくれ。俺は必ず帰ってくる。必ず。ガイさん、全力で来い。俺に太刀打ちで生きるのは闇のカードだけだ。あなたのこと信じてるから。俺はもう闇を恐れない。ナオミのくれた勇気で闇を抱きしめてみせる。ゾフィーさん、ゾフィー、ベリアンさん、ウルトラマンベリアン、光と闇の力お返しします。フュージョンアップ。光となる。それでいい。
ましょう。オーブ、私信じてる。どんな姿になっても、どんなに力に溺れそうになっても、私の命を救ってくれたあなたのことずっと信じてるから。逃げろ。攻撃開始。了解、了解。お前はまた大切なものを守れなかったんだ。終わりだな。さらばウルトラマン。前期退治せよ。大変だ。了解、信じる勇気、それが力になる。これが本当の俺だ。覚醒せよ、黄金維持。この光は
クワッチ。ありがとう。礼を言いたいのはオーブの方だろうな。大さんじゃあ、ちょっと今までどこで何してたんだよ。うん、まあいろいろとな。僕たちの心配も知らずにのんきな人ですね。もうおいおい、みんな見てしやがって。おい、ライスライスいたの。はい、お疲れ。おじさん、ごめんなさい。ああ、お前たちには感謝してるよ。え、お前たちの中継映像見てビートル隊はオーブを攻撃対象から除外した。おー、よかった。よし、俺たち SSP もこの調子でどんどん突っ走っていくね。オーブの謎も絶対突き止めてみせる。なっ、やって。おいおい、まだ無茶すんのかよお前らよ。はい。君のつないだ命は100年後の未来を生きている。ナターシャ、安心してくれ。これから先の未来も俺はずっと守り続ける。この星に命が続く限り。オーブカリバーから様々な力を解き放つことができるんだ。そして今日の怪獣はゼッパンド。マガオロチの尻尾からジャグラーが生み出したゼッパンド。ゼットンとパンドンの力が融合した強力な合体魔王獣だ。次回も見てくれよな。ビートル隊の隊員渋川一徹、人々の平和を守る彼の悩みの種は多い。街に潜む宇宙人の陰謀、迫り来る怪獣、そして年頃の娘。次回ウルトラマンオーブハードボイルドリバー、銀河の光が我を呼ぶ。